イクミンです。お弁当作ります。今日はですね、ご飯は炊けていて、で今週はですね、実は試験勉強が最終の方に入ってまいりまして、そっちに時間を費やすために、今パパごめんね、簡単なものだけ作るねっていうことで、まあ、一品炒め物を作って、ご飯にどんどん乗せて持ってってもらうみたいな感じをやっております。で今日はですね、鶏胸肉、今ね塩洗いして、下味まだつけてない、下味鶏胸肉の肉の鶏胸肉の甘酢あんかけ作ってみようかなと思って誰に話してんだとって、はい、でね、味付けはもう本当にね、レシピ載せてくださいって言っていただくんですけど、もう何入れたか覚えてないんですよ。その時目に入ったもの、これとこれ合いそうだなっていう感じで入れてるので、ほぼほぼ適当、はい。でとりあえずこの鶏胸肉をちょっと皮は取りました、はい。で皮を取って、それパリパリに焼くとね美味しいんですけど、で半分はココナちゃんとモモがワンコの、はい、大好きなので湯がきたてを後でご飯にしてあげたいと思います。それで、まずね、鶏胸肉に甘酢の味をねまだ決めてないんですよ。それで鶏がもう唐揚げみたいに、ちょっと下味を唐揚げみたいにしてみようかな。鶏ガラをちょっと入れて、こっちにも鶏ガラをちょっと入れて、甘酢あんかけ鶏ガラ入れないかな、大丈夫鶏だから鶏で大丈夫、はい。それで甘酢あんかけ、ちょっと中華のだし入れてみようか。中華のだしをちょっと入れてみて、今ね甘酢をね作ろうとしてます。と下味を一緒につけてますね。そうなんです、今日ね、もうリーマンパパドライヤー終わってた、早めに。あれ今本出し入れた、本出し入れた、私ちょっと待ってちょっと待って本出しでしょこれ、あなたは本出しです、ちょっと待って、これだからおしゃれにしようと思ってラベルのないのにするとそうなるの。本出しです、ありがとうございます、はい。ですね、何入れようかな、これはこれでちょっとスープに後で使います。でも、ね、美味しい、でもカツオの風味がちょっとしても美味しい、でもそれにしてもちょっと入れすぎた、カツオの風、一回決めはちょっとごめんね、もとい違うものに変身してちょうだい、後でね違うものに変身してください。でお塩ここにあった、お塩を少々、これ本当出ないんです、少ししかね、もといきます。多分こっちが、中華だし、和風も美味しいんで、ちょっと和風の香りはちょっと残ってます、はい、残しときます、私がいけないのです、そうです、私がいけないのです。それでちゃんと閉まんなくなってきた、これお願いしますね、こうおしゃれな生活私には無理かもしれない鶏ガラを入れて、甘酢だから醤油があればいい、甘酢豆板醤入れてみようか、パパ辛いの好きだから、コチュジャン入れちゃうとコチュジャンとか、ヤンニョムチキンになっちゃうねヤンニョムチキンにはしないようにして、ウェーパーがあるよ、ウェーパーでいいか、ウェーパーでいいじゃん、ウェーパーで唐辛子を私どっかにしまい、こっちにしまい込んだ、待ってこれね、中華しちゃうから七味入れる、辛いやつで、ちょっとこちらにもちょっと入れて、でこれにペースト、ちょっとこっちにもほんのちょっと、もうない、ちょっとペースト、こんな感じで思いつきなので、ちょっとだけ甘酢といってもほんのちょっと隠し味で、
1センチあるか、1センチあるかほんのちょっと入れました甘酢なのに、シンプルに甘酢いいのにね。ちょっと待ってくださいね。しまって、しまって。そしてですね、お酢ですね。これ多分お砂糖入れないで、美味しいお酢が甘いので、美味しいお酢でいきます。100ぐらい入れてみようか。これね、斜めから見れるのがね便利ですよ。これこう上からね見えるんですよ。こうやって下でも見えるし、ここね、これすっごい便利だなと思ってすごい気に入ってるんですけど、お酢、みりん、ちょっとみりん、ほんのちょっと、よし、みりん、お砂糖入れないとね、うちのほんとお砂糖つかないんですよ。で、白ごま油をちょっと入れて、とこれでほんのちょっと、もうすぐ炒めるのでね、よし、これで OK。 下味もうね、何入れたか分かってないの。お醤油入れてみようか、ね、甘酢だから。あ、こっちにね、料理酒入れてみたい。料理酒、あ、もう料理酒あとこんだけだ。うち結構使ったね、蒸し物。そうそう、あのね、お弁当で間に合わない時に蒸しちゃうんです、焼き物を全部。それでね、料理酒をねちょっと使うので、こっちに料理酒使うからお弁当詰めまで皆さんにご紹介できないかもしれない。待って、甘酢だからちょっとこれで味見してみようか。で、これでお水をちょいと入れて、スープだしが効いてるからね、美味しい甘酢だと思う。これ黒酢があれば私好きなんだけど、黒酢がね今ないんですよね。お茄子がいっぱいあるから、もうちょっとあってもいいかな。よいしょ。あ、めっちゃうまい。適当に作ったんだけど、ちょっとね、もうちょっと増やしとこう。これね、美味しいお酢が甘いので、ちょっとやっぱりチドリスのちょっとパンチっていうか、そのスンとくるかのが嫌な方は、美味しいお酢だけでもいいかもしれない。これに醤油、もうね、色で決めてるんですよね、色で。こんなもんだな。どうだ、お塩いらない感じ。甘酢、じゃあもうちょっとお酢が効いてるけど、パパこのぐらいかな。パパこのぐらいだな。 OK。 ちょっと塩入れて、そう、料理のね、資格の時に必ずこの計量スプーンをね使って入れすぎないようにっていうふうに言われてるの。ちょっとね、スプーンで受けながらやってみました。もう一回、めっちゃ甘いと思う。これ黒酢だったら美味しいのにな。うー、黒酢が欲しい、黒酢が欲しい黒酢が欲しいよ。あと入れるものはないね、ないね。これね、多分もっと辛い方がいいと思う。あ、しまっちゃった。あ、チキン辛くしといてあげようか。チキン辛くしといてあげよう。そうだ、チキンの方を辛くしてあげよう。甘酢。そしてここに、これもね、もう入れ替えればいいんだけど、結局その器洗わなきゃいけないから。あ、だって見えてました。え、嘘はい、器洗うのをね、ちょっと省こうと思って、ビニールで使い増ししてます。ほんとね、冷蔵庫なんか綺麗にねやりたいんですけど、スッとね、モノトーンのね、なかなかです。
こっちにまぶして、でほんのちょっとだけ、もうこのとろみで多分ねいけるので、こっちはほんのちょっともう味付け入れちゃいます。水溶き片栗粉にしない。これパンチ効いてるかな、大丈夫かな、パンチ効いてる、ちょっと私も食べるからもうちょっとお酢入れてうーっとだからスプーンで、スプーンで、はい、オッケー、もうちょっとね、気持ち気持ち、私の気持ち気持ち足しときました。じゃあ炒めてまいります。炒めてまいりますこう、うこんね、あ、でも醤油だから変わんないか。じゃあこれでもう味付けはもうこれだけなので、もう単純にこれだけでまいります。あとは炒めてこれを入れるだけでね、あのこれが焦げつくので、こっちの別のところでやるか、あとはあの最初にパプリカを彩りよくしたいので、そちらをですね、あ、これでも時間ないからこっちやっちゃおうかね。よし、いきます。よいしょ、弱火でゆっくり、よいしょ、よいしょ、もうバンバン炒めていきます。ごま油でいきます。今日は白ごま油、白ごま油、油もちょっとね少なくしなきゃいけないからね、ごま油、そしてサラダオイルをちょっと、全部油使わなきゃいけないもんね、こっちのやつをね。そしてスープできてるから、まず、あ、そう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 、今日ねきゅうり炒めます。きゅうり、きゅうりのあの甘酢漬け大好きなんで、あのこの、あ、うん、野菜炒めっぽいあんかけにもうきゅうり入れます。このきゅうり、このまま食べてもいい感じのと、ズッキーニ、あまり変わりないか、ズッキーニとピーマンと、いつものパプリカの赤と黄色です。それに玉ねぎに、ナスにキャベツ入れるかどうしようか迷ってます、これ、はい、ということで入れてきます。何から炒める？時間のかかるもの？ナス。ナス吸っちゃうんだよね。ちょっとキャベツ。キャベツこんなにやらないね。キャベツ、おナス。おナス炒めちゃう。おナス。そして、こちらにはお肉を炒めていきます。焼いていきますね、炒める、焼いていきます。でこのチキンにもはや片栗粉がまぶされているので、こっちにとろみがつくはずなんですはずなんです、そうなんです。もうね、単品でね、ごめんなさいって感じですね。バラ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 、キュウリもね、ほんのちょっとの炒めでいいので、こんなもんでいいですかね。玉ねぎと、え、消さないでお願いだからここのとこなんか消される、ちょっと弱くしとくわ、弱くするから消さないで
チキン。チキンをよく焼いてください。チキン。チキンをよく焼いて。こんなに大きな音をしてバタバタしてるけど、ココナが起きないんですよ。もうね、本当にバシャンってやっても起きない。振動で起きるかな。そしたらここにズッキーニ、ズッキーニとキュウリいきます。キュウリ炒めちゃいます。キュウリの炒め物、最初ね、キュウリ炒めるってなんか甘酢漬けで、あのレシピ見てキュウリ炒めるってええと思ったけど、炒めたら美味しい美味しい。このキュウリが美味しいね。キュウリが、ズッキーニ、キュウリ、ナス、キャベツ入りました。これ多分ね、音使えなかったら困るね。止まった？これもう、これ炒めすぎ。ちょっと待って。パプリカ今行きます。キーキーちょっとごめんなさいね、すいません、ちょっと鳴っちゃいます。ほらこれやっぱりお酒で蒸したくなった。私お酒今使っちゃったって、全部使った。もしかしてお酒使っちゃったの。うわ美味しそう。もうこれだけでいい感じ。ちょっと待ちよ、これは美味しいよ。これ塩やった方がいいの。片手で撮影しながら片手で、よいしょよいしょよいしょ、こんなもんだな。ちょっと一回これはこうしてちょっと蒸します。鶏をね、時間的に鶏蒸し、鶏蒸し羊羹羊羹と鶏は関係ございません。もう関係ございません。もうテロップ入れられないのに、余計なこと言わないで。オーバー、本当にテロップ入れられないから、音楽も入れられない。頼みます、本当に。余計なこと言わないこれにさ、ちょっとお水入れて。すごいすごい。香りのするお水、魔法の水、魔法の水、これこそ魔法の水。これ後でラベル取ってあの潰します。魔法の水、これこそ魔法の水。じっと我慢の小屋よ。それでご飯にしましょう。ご飯ダララッタララッタタラッタタラッタタラッタラッタラッタタ。テンション高すぎてちょっとうるさいって言われたんですけど、楽屋でもこんな感じなんです。もう一日中こんな感じで、
ボリューム下げてって書いておけばいいのか。と強めます、すいません、音がします。私よりうるさくないと思いますあ、いい感じ、いい感じで美味しそうだよこれ。ご飯はね、もう炊けてるので。本当にもう一品だけ、一品だけでございます。でもいろいろ入っているという、あ、一品だけと言いつつも梅干し入れようか。梅干しと開けごまを入れます。梅干しと開けごま、何色が元気出るかな。黄色と赤とも入って、赤、赤にしとこう。燃えよドラゴン。まあ長島びっくりしました。長島温泉で2ステージやってもまあ生で元気で本当に嫌になっちゃう。なんかもう疲れ果てんのかなと思ったんです。もう年齢的にもう前回よりもね、もう3年以上経っちゃってるから、あ、これはちょっと体力的に無理かなと思ったらね、とんでもございませんでした。本当に申し訳ございませんでしたの世界でしたね。もう元気すぎて。梅干し、あ、ちょっといい感じ、トロンとしてる、これトロンって、あ、起きた今の振動で、トロンとしてるよこれ。もしかしてこれ回ってたかもしれない、回ってたかも。じゃあこっち行きますよ。これがいい感じなので、一応一個切ってみようか。焦ってる時に、ちょっと大きめのやつ。これであんまりコネコネしちゃうと、コネコネしちゃうと、ジューシー、ジューシー。もうちょっとね、焦げ目つけますけどね。ジューシーですよね、これ。もう柔らかくて完璧でございます、これパク。おっ、ほら、うまっ。あの、それだけで食べた方が美味しいかもしれない甘すぎれないかもしれない。これ今パス洗いましたのでね、いい感じ。え、この胸肉だけが美味しいじゃない。これどうしましょう。甘酢悩むけど、今日甘酢って決めたから甘酢にしよう。じゃあこれ入れます。この鶏の汁ごと入れます。ちょっと火消せれちゃうかもしれないけど、こんな感じ。中間発表、中間発表いきました。はい、すいません、すいません、今外しました。じゃあこれにいきますよ。片栗粉溶いて、あ、これにもうトマト入れちゃおうか。うわ、綺麗、うわ、なんていうこの美しさ、美しすぎて君へ。
足りません、こんな歌ありません、美しすぎて怒られます、怒られます、うわいい感じ、うわ綺麗、これでなんか甘酢かけたくなくなってきた、でもこれがね、あのじゃあこれ投入します、ちょっと強めにいきます、皆様のご協力で合体いたしました、ありがとうございます、美しすぎて、これ味見用のなんかもうなんか味見しちゃいました、固まるかな、ちょっと足りない、なんかあの思ったよりね、あのうん、ちょっと足りない気がする、片栗粉が一回で済まない、ね、この時間のない時にこういうことするんです私は、何色が何色で、なんとか固まってちょうだい、待ってちょうだい、鶏肉あんかけ固まってちょうだい、ほんのちょっとでいいと思う、よしこのままよし行くぞ、最後の仕上げ、あんまり固まりすぎてる、いいでしょう、これで OK でしょう、おいいぞいいぞいいぞ、トロ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 、いい感じ、最高です、このねきゅうりが甘酢漬けにこう使った感じの香りがしっかりしてるので、はい出来上がりました、いい感じ、これでまた冷めればね、あの固まりますので、もうちょっとねこれでいきますね、できました、美味しそう、甘酢あんかけの鶏、キュウリが入ってるからね、よいしょ、もう一品だけどあのちゃんといろんなものが入ってるんで、でねあのちょっといただいたお菓子とかね、そういうのがあるのでそれをね入れてあげたいと思います、飲み物とね、美味しそう、うわこれ美味しいでしょ、ね、もうちょっといろんなのね野菜いっぱい入れたかったんだけど、わーきれい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 、いいねー、でねちょっとねご飯減らしてるんですよここのところね、うん、でこれでごま塩ちょっとかけてあげて、よいしょ、美味しいです、はい、それで持ってきます、持っていくね、聞こえないか、言っちゃった、大丈夫大丈夫、持っていくね、待ってね、飲み物ちょっとジュース入れとくね、あ、梅干し、蜂蜜梅干し、ちょっとこれ数個なんか入れときましょうか、大丈夫ね、大丈夫ね、大丈夫ね、ちょっと行ってきます。
回ドア、ドアをいじったので手を洗います。爆睡してるココちゃん。今日ね、早くね、あの2人でね、ちょっと話をゆっくりしてね、やっぱりあの10日間会えなかった分の花埋めっていうか連絡事項なんですけど、いろいろね話をして、うん、そうなんですよ。でね、早く起きて、で朝ね、あの子供たち涼しくなってきたんで、あの雨が降ってる時は、あ、15分タイマーがあるから大丈夫ね。雨が降ってる時はちょっとあの屋根の下のあるところにね、ちょっとだけでも行くとね、なんかね気持ちが違うみたいなんですよ。なので、じゃこれをですね、そうだよ、今日もココナちゃんの、そっか、あれ昨日使った食器、あ、これでいいや、これどうしようかな、下のご飯わかるか、また食べちゃうよね全部。よいしょ、とにかく食べてしまうのでね、ちょっとにしとこう、味見だから、味見だから。きゅうりのね甘酢漬け大好きなので、でもあの鶏肉がちょっとピリ辛になって、でもね、あのベースが出汁が効いてて、でなおかつ、でもいつもだったらカレーとかだったらヨーグルトとかそういうの入れるんですけど、そうじゃなくて今中華出汁を入れたんですよ。それで、塩でつけたら、それがね、鶏肉がね、塩焼きが美味しくて、あ、塩麹もあったか、塩麹焼きだから、今日はなんか甘酢食べたいなって、まあ甘酢の時は黒酢入れたいよね、黒酢入れたいよね。でもね、もうちょっとで水分がね出た分、きゅうりとか入ってるから、うん、おなす、あ、ももちゃん起きた、ピーマン、きゅうりはちょっと見せたいね、きゅうりえ、きゅうり入れるかっていう感じで、ズッキーニ、あ、ズッキーニも見せたいねそれでちょっとここら辺のトマトを入れて、トマト、これもうちょっと固めても、今水分が出たんだね、今ちょっと固まったやつがね、トマトの焼いたやつも大好きなの私、黄色赤もうこれね、目で食べてもらわないと。よいしょ。でもね、いろんなちょっと勉強しててね、とにかくこのなんて五感を使ってね、あ、溶けちゃった。よいしょ。これ汁をちょっと待ってください。また新しい比較でね、マインドフルネスって言って、お坊さんがその心理学を解いてらっしゃって、でその心理学だけじゃなくって、もうちょっと身近な言葉とか身近なこの例題を挙げながら、あ、こんな風に思うとね気持ちが軽くなるよとか、あとあのパニック症の方がね、あの電車に乗る時にこんなマインドコン、あの自分でコントロールするとあの違うよみたいなね、あのどっちかというとマインドフルネスイコール瞑想になっちゃうんだけど、そうじゃなくって、そのあの仏教とかなんとかっていう感覚ではなくって、まあ、ブッダがあの教えを開いた、そのなんていうんですかね、その瞑想みたいな感覚のイメージがあるけど、そうじゃなくてもう身近なものでっていうことで、まあ本当に有名なお坊さんがね教科書を作ってらっしゃるんだけど、そのあのやつをね、ちょっとやってて、もうちょっと先にやってて、うん、でその時にあの電車に乗る時にね、やっぱその何ですかね、こう瞑想って言っても、もうつり革瞑想、あ、ごめんなさい、ちょっと傷があって、つり革瞑想
あ、これね、引っ掛けるんです、あの無意識にね。つり革瞑想とか歩きながら瞑想、お掃除瞑想って言って、とにかくそれに目の前のことに集中する、先のことをが大切なんだけども、その時に集中する、どれだけ集中できるかっていうのをやって、それを瞑想というふうにね、そのお坊さん言ってるんだけど、こうやって揺れてて、あー満員だな満員だな苦しいなっていうよりも、あ今日はお昼何食べようかな、あ今度あんなとこ草原をなんかこう旅したいなってね、こうやってね自分の中でね瞑想していくんですよ。そうするとね、気持ちが落ち着くっていうか、うん、だから掃除するにも、ああちょっとこの後あれしなきゃなこれしなきゃなって、でね、今ね、なぜ人間は疲れてるかって、まずそこ書いてありました。なぜ人間は疲れているのかって書いてあった。それはね、いろんなことをやりすぎる。で、今は在宅だったり携帯があったり、仕事終わったらさよならじゃなくて家まで、そのあこれはどうなったんだっけっていうのがあるから、もう一つのことをやろうと完璧にやろうとした時に次のことが、もう仕事が入ってくるから、だから今の人間は疲れている、今の人間は疲れているっていうね言葉が入ってきて、ちょっとすいませんね、そう言いながら私これやりながらこれやりながらもう言ってることでやってること違いますよね。ちょっと待ってくださいね、ここ赤いでよかな。そう、それでね、とにかく目の前のこと、あでもねこれちょっと今チャンスだから、ちょっと言っちゃおうかな言っちゃおうかなって、もったいぶってるわけじゃなくてね、よいしょ、これだけちょっと撮らせていただいて、あでも十分綺麗綺麗綺麗、キュウリが見える、キュウリ、キュウリとズッキーニが同じっていう、まあ味も同じか、キュウリって分かる人がいない、おいキュウリキュウリ小さく切りすぎた、あ小さく切りすぎたのか、あでもこれが分かる、キュウリって OK。 じゃちょっと3秒後に5秒ほど、なんか本当単品ってこれだけって感じですけど、いきます、あなたは何、あ種か、種、一点に集中する、時間もあれなのでいただきながらありがとうございます。じゃあこれでございます、はい、これをお弁当に持たせました。美味しそうでしょ、美味しいんです、これ甘酢、甘酢、甘酢ご飯、でもなんかもう目先のことだから、いろんなことをね今やりすぎてるからみんな疲れるんだって、うん、目の前のこと、それでね、ちょっといただきます、一口、はい、うんおいしい、うん、うん、おいしい、私もうちょっと酸っぱくていいね、やっぱりパパこのぐらいちょうどいいと思う。でもね、目の前のことだけ考えてなかなか難しいんですけど、よくね、また違う授業で違う資格なんですけど、ワンちゃんとね、例えばお別れしたっていう、そのホリスティックの方でまた違うね、飼い主さんに寄り添わせていただく資格もちょっと取らせていただいたんですけど、まずもう何か物事が起きた時、ワンちゃんだけじゃなくても、ショック期っていうのがあって、それからショック空気がの時はもう目の前の全く分かんない状態だって言うんですよ。それでそれがショック期が収まってきて、非平均になって、やっと悲しみがじわじわきて、でそこからだんだんこう立ち直っていくんだけど、そこの教科書にね、あこれはね皆さんにお伝えしたいなって言った、その一つはね、
ショック期にそれを私は今まで子供たち見送ってきて、ああもうちょっと辛いから見ない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 と思って、もう考えない考えないって思い出さないって言って、もう涙もほぼほぼ出なくってきたんですけど、そこをね逃げちゃうとダメなんですって、立ち直れないんですって。それって辛くないですか？私はもうない方がいいわけですよ。で今まで来てて、だからワンタに関してもあのエミはちょっとやっぱりあの今あの携帯がいっぱいになってきて写真を整理しなきゃいけないっていうんで放送もしてるんですけど、エミの顔見るともう辛くなっちゃって、でもワンタはまだちょっと ほぼほぼ考えてない、まだね、あの子だけど、結局その時に現実に向き合って涙を流して悲しんで辛い辛いっていう感情も湧いて、だからこそ立ち直れるっていうのはね、例えばその、ワンちゃんがお散歩ね見送ってもとてもそのワンちゃんがいないと私はもうとてもパートナーがいないと無理と思った時に、もうあの考えないって、そのショック期を見ないで疲弊期も見ないで普通になんか過ごしていると、幸せそうなワンちゃんに出くわした時に似たね我が子に似たような子に出くわした時に相当なショック受けるらしいんです。だからその時にショック期にちゃんと事実と向き合ってないから、その同じような時になった時にもうダメになってしまうっていうのがそのお坊さんの解釈で、あそれも一理あるなと、うん、辛いんだけれども、だから私なんかなんだろう、そのお別れ会とか私そういうのすごく好きじゃなくって苦手で避けてきたんですけど、でもねなんか心の整理がやっぱり必要なんだなっていうのはね、だんだん年取ってきて、うん、子供たちを介護して見送ってすごくね思ってきたことですね。私って意外と食器を見ぬふりしてそれが一番自分で楽だと思ってたんだけど、その反動がやっぱりねすごいなっていうね。だからその今まで習ってきた認知行動療法、うん、あの辛い時に辛いですねじゃなくって、どうして辛いのかって大元をやってないからあのダメなんですよって、その認知行動療法士のカウンセラーをやってきたはずなのにそうだよねって、原点に帰ったら私は認知行動療法やってなかったよねって、それはあのまあ子供たちに関してなんですけどね。そうそう、だからねもう家族だとね、どうしてこうなの、もっとしっかりしてほしいっていう気持ちからなんか言葉が強くなっちゃったり感情が強くなっちゃったり喧嘩になったりとかするんで、もうだから思い出があればあるほど、親しければ親しいほどなんかこうあのこう怒りみたいなのが湧いてきちゃったりとかするっていうね、そういう教科書もあるんですけどね。いやー今回ねまあいろいろ言っちゃって、 YouTuber だからなんかねあのなんかこうなんかトライしなきゃいけないみたいなね。じゃあ私資格を取ってきて、で3本線がね大きな柱があって、その付随のものがいっぱい欲しいから、じゃあその付随になるものを取っていって100見出そうなんて軽く言ったんですけど軽く言ったはいいけど、これねちょっと大変ベースは落ちてるし、うん、だけど確実になんかこう自分が生意気にも少しずつ62にもなって初めて知ることもあって、だからすごい成長してる気がする、うん、そんな気がしますね。なんかまた偉そうなことになっちゃって一品しか作ってないのにでもねリーマパパがねすごいね協力してくれるんですよ本当に。だからこそ取れる資格だと思ってるし、だからこそ YouTube できてると思ってるし、本当にありがたいと思ってますね。目の前では言わないけどはい、ということでありがとうございました。あのそうですね、今週はこんな感じで単品になってしまうんですけれども、あのまあこうクミン家のドタバタを、はい、でリーマンパパもちょっと仕事が忙しいみたいなので、早めに起きて子供たちね散歩連れてってくれたりとかするんですね。なのであの散歩帰ってきてもすぐシャワー浴びちゃってみたいな感じでね、早めにあの用意するみたいな感じなので、まあ、天気が悪かったりね、良かったりね。で、あ涼しいかな、涼しいかなと思うと昼間ちょっと暑くなったりね。あと暑い部屋での仕事がねあるみたいなのでね、まあ、体調管理をねしながらね行きたいと思います。まあおかげさまで
もう元気でさせていただけるのが本当に一番ありがたいです。本当にありがとうございます。ということで今日は、鶏胸肉の、きゅうりも入っちゃったぞみたいな感じのお野菜いっぱい甘酢あんかけでございました。ありがとうございます。皆様もね、お体ご自愛くださいね。ちゃんとご飯食べてますか？眠れてますか？ちょこちょこっとね、私偉そうなこと言いますけど、なんかあ、これって皆さんに お伝えしたいなみたいなことちらっと言うかもしれないんですけど、今後ともよろしくお願いします。またここへ来てすごく登録者の皆様が増えていただいて本当にありがとうございます。そしてグッドボタンもありがとうございます。すべてクーミンチャンネルはボランティアに使わせていただいてますので、どうぞご協力よろしくお願いします。ということでまたね、ありがとう。それではハピレキです。